ただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話しさせていただきます。はい、私から2点お話をさせていただきます。本日から令和5年第1回臨時会が開会をいたしました。この度の議会は選挙後初の議会であります。議長副議長の選出や各委員会の委員の選任などが行われる予定であります。私からはこれからの道政運営に向けた思いを申し上げたところであります。道民の皆様の命と健康、暮らしを守り抜く、北海道の確かな未来を作っていくため、今後議員の皆様と共にしっかりと取り組んでいきたいと考えています。